ダニエル・ロジャー・ロバートソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、サンバーナアディーのグンフォンタナ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2008年の MLB ドラフト33巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A-9、UG にエメラルズで、プロデビュー。73試合に出場して打率、377.3本塁が、 45打点、20盗塁の成績を残した。2009年は A-9 フォートウェインティンキャップスでプレイし、121試合に出場して打率、296.5本塁が65打点、20盗塁の成績を残した。2010年は AQ レイクエルシノアストームでプレイし、135試合に出場して打率、300.6本塁だ。 61打点、30盗塁の成績を残した。2011年は a 級サンアントニオミッションズでプレーし、124試合に出場し、打率、283.5本塁が、44打点、20盗塁の成績を残した。2012年はトリプル a 級ツーソンパドレスでプレーし、129試合に出場して打率、百二点二本塁が、 38打点、18、盗塁の成績を残した。2013年は、トリプル A 級ツーソンでプレーし、136試合に出場して打率、285.2本塁打、53打点、23、盗塁の成績を残した。2014年は、トリプル A 級エルパソチワワズでプレーし、5試合に出場して打率、364.2本塁打、 5打点の成績を残した4月23日に金銭トレードでテキサスレンジャーズへ移籍しメジャー契約を結んだ4月29日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー7回裏からアキシン守れの代走として出場し9回裏のメジャー初打席は三振に終わった11月20日に金銭もしくは後日発表選手とのトレードで ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。2015年は出場試合数が約半減し37試合でプレーした。本類打は2年連続で放てなかったが打率は前年を少し上回って280をマークした。外野の守備では左翼手27試合、中堅手7試合、右翼で1試合でそれぞれ守りにつき無失策。 トータルの DRS5 という安定した内容だった。11月6日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。12月23日に40人枠を外れる形で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。2016年7月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月12日にディーフとなり、 15日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級タコ前配属された。この年メジャーでは9試合に出場して打率、263.1打点の成績を残した。10月3日に FA となった。11月23日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年は開幕から参加のトリプル a 級コロンバスクリッパーズでプレーし5月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした8月9日にジェイブルースの加入に伴ってリーフとなり翌10日に自由契約となったが15日にマイナー契約を結んでトリプル a 級コロンバスへ配属された2018年2月14日に アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。8月3日に自由契約となり、14日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約。2019年2月15日にアメリカガソシエーションのカンザスシティ・ボーンズと契約したが、6月1日に自由契約となった。6月17日に同リーグのクリーバーン・レール・ローダーズと契約した。 この年限りで現役を引退。2021年より母校のオレゴン州立大学のアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。